韓国空軍 F-35A 戦闘機での胴体着陸は、皆さんもご存知でしょう。今回は、F-35A 戦闘機事故や日米の戦闘機事故も、詳しく見ていきますね。ようやく、ウマラ島強襲揚陸艦が任務に就くのかな？それにしても、韓国は仮想敵国が違って見えるのは私だけ、でしょうか。ロシアのウクライナ侵攻で、韓国政府の思惑が見えてきましたね。八方美人は、絶対にバレるということです。八方美人は言い過ぎ、ご都合主義的感じが否めない国民的にね。2022年1月4日、訓練飛行中であった韓国空軍の F-35 ライトニング 2A 型が電子制御系のトラブルによって着陸用の装置に故障が発生、緊急的に胴体着陸による生還を成功させてからすでに2ヶ月が経過しようとしている。この事故の第一報がもたらされた際には飛行中の F-35 ライトニング 2A 型が空中で鳥等との接触、いわゆるバードストライクで、この状況が発生したのではないかという推察が多かったが、この後の続報は聞こえてこない。アメリカのロッキード・マーチン社が誇る第5世代戦闘機の代名詞とも言うべき、この F-35 ライトニング 2A 型の事故原因がどこにあるのか、世界中の軍事関係者が注目はしている部分だと思え、原因究明の行方は、気がかりな部分である。また、1月24日には、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦である、カービンソンの艦載機、F-35 ライトニング2C 型が、南シナ海での訓練中に、着艦に失敗し墜落。幸いにして死亡者は出ていないが、複数の負傷者を出した。その後、日本の航空自衛隊では、小松基地の F-15DJ イーグルが、1月31日に墜落、2名の搭乗員が亡くなるという痛ましい事故に見舞われ、同機が飛行教導群という操縦技能に秀でた部隊の所属であったことは衝撃を与えた。今年2022年は、これら、韓国、アメリカ、日本での戦闘機の相次ぐ事故の発生に年初より見舞われてしまった格好だが、2月24日に発生したロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻が、これらの事故の件をかすませた感も否めないのが、正直なところだろう。ことに、アメリカ海軍の F-35 ライトニング 2C 型の事故に関しては、その事故当時の動画や写真が、インターネット上に流出するという、不名誉な事態に発展していたが、このコンプライアンス上の失態も、歯切れの悪さはひとしおだった。世界に類を見ないほどの複数の空母打撃群を有し、圧倒的な戦力投射を実現しているアメリカ海軍にあって、その艦載機としての最新鋭の F-35 ライトニング 2C 型が引き起こした事故は、メリド不足の可能性も匂わせるものだった。遼寧、山東に続く3隻目の航空母艦を建造中だと、中国海軍とは言うものの、カタパルトを装備した航空母艦と、そこから発艦させる戦闘機の配備まで身には至っておらず、この事態には大きく留飲を下げている。くしくも、ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻は、ウクライナ側が、旧式とは、いえ、ロシア軍と同様のスホーイや、ミグ等の戦闘機による、いわば、同種の機体による戦闘も予見されたが、今のところ、これらの正規は定かではない。開戦時にしばらくして、ロシア軍は、ウクライナ軍の防空能力を無力化することに成功し、制空権を確保したとの主張を見せていたが、旧式とはいえ、多数の防空兵装を装備するウクライナ側が、そうした事態に、すぐに直面したとは断定しづらいようだ。今回のウクライナでの戦争は、戦力でロシア軍が優位であることは間違いないが、ロシア軍、ウクライナ軍ともに正確な手の内を伏せて、戦況報告でも、互いに情報戦を展開している模様で、
非常に実態がつかみにくいのが特徴だと言えそうだ。ただし、今回のウクライナでの戦争を機に、従来までは F-35 ライトニング 2A 型の採用を見送っていたドイツも、戦術核兵器の運用に適合した同期の採用を推進するものと思われ、周辺国に与える今後の兵器調達にも変化が生じ始めている。さて、韓国空軍に話を戻せば、この2022年1月に計画されていた F-35 ライトニング 2A 型の40機の調達が完了しており、当初予定の60機から20機を削減した形だが、以後の追加が行われるのか否かも、今後の注目点となるだろう。韓国は、ここで削減された20機の F-35 ライトニング 2A 型の調達数、費用を2030年代後半までに建造する予定とされる3万トン超級の航空母艦用の艦載機となる、同 B 型の20機に流用する方針であると考えられてきた。この3万トン超級の航空母艦用の建造も、今年2022年には、発注先の造船企業が決定されることが見込まれているが、同艦の艦載機は少なくとも16機以上と見られており、20機の F-35 ライトニング2B 型調達でも、数的な余力は少なく感じる。例えば、日本の場合、F-35 ライトニングには、A 型を102機、護衛艦、いずも、と、加賀、を航空母艦化し、おのおのの艦載機が最大でも、10機前後と見られるで、B 型は、42機の調達が計画されており、かなり、キャパシティには、余裕を持たせているからだ。ただし、韓国空軍では、未だ、F-4E ファントムや KF-5E タイガー2といった、1960年代から、1970年代にかけて登場した、旧式の戦闘機を運用しており、これらの代替を考慮して、F-35 ライトニング 2A 型の調達数を20機ほど追加するとの見方も浮上している。これが実現すれば、韓国は F-35 ライトニング 2A 型を60機、B 型を20機の合計80機調達することとなり、本国であるアメリカの約2300機、日本の147機、イギリスの138機、イタリアの90機に続く大量採用国となる可能性もありそうだ。特に、イギリスやイタリアは、コスト削減を兼ねて、コララの F-35 ライトニング2の調達予定数を引き下げる方向にあったため、製造元のロッキード・マーチン社からしてみれば、そのマイナス分を補う意味では歓迎すると思われる。しかし、前述のように、ロシア軍によるウクライナへの軍事侵攻が、これまで縮小傾向にあったヨーロッパ各国の軍事費の、削減や兵器調達に著しい変化を及ぼすことも予想され、韓国の思惑通りに調達できるかは不透明になりつつある。そもそもの前提だが、韓国の最大の仮想敵国だと考えられるのは北朝鮮であるが、それを考慮するのみであれば、航空母艦やその艦載機である F-35 ライトニング 2B 型が韓国にとっての必須の戦力なのかは意見が分かれる部分でもある。四方を海に囲まれた日本と比較して、韓国の領海や接続水域の広さは、その約1割程度にしか過ぎず、地続きである北朝鮮との対峙を考えれば、航続距離が長く、兵装の搭載量も多い F-35 ライトニング 2A 型の強化の方が、よほど、急務に、はため、はためには移る。中国や日本の航空母艦保有に触発されたかのような、韓国の航空母艦の建造は、その用途や費用対効果の面からすれば、軍事的にも、無用の長物のように感じられれ、実用性よりも、面向を重んじる同国の姿勢が、如実に垣間見える。折しも、韓国では、この2022年3月に、大統領選挙が行われるが、接戦とされるこの選挙において、
現在のムン政権が推進してきた3万トン超級の航空母艦の建造などの軍事力整備の方向性がどうなるのか、隣国としての日本のも注視すべきであろう。特に実現は困難とも見られてきた同国海軍の原子力潜水艦の保有の意向など、政権が交代することや北朝鮮の今年のミサイル発射の頻度の増加、ウクライナ情勢等も含め、新政権がいかなる方針を打ち出すのかからは目が離せない展開と言える。